こんにちは、籠信明です。今回はですね、12月18日に行われた服部緑地という大阪の会場で行われた日本初のゴールキーパーだけのセレクションというものがあったんですよ。主催をされた JGKA という団体の代表の田中健二さんに電話で取材に答えていただけることになりました。まずは田中健二さん、はい、キャリアお疲れ様でしたですね。一番最初は。そうですね、ありがとうございます。はい、はい、前々からちょっとセレクションだったりっていうのをお手伝いする機会がありまして、でその時やっぱりゴールキーパーを見ていて、ほとんどがもうゴールに立ったままでプレー機会がものすごく少なかったんですね。それを見た時に、あ、このゴールキーパー何が特徴なのかなとか、どういったプレーするのかなっていうの全く見えなくて、結局こう、経歴だったりサイズだったり年齢だったりっていうところで判断しなきゃいけないのかなっていうのがあって、でそういうのを見た時にゴールキーパーだけでこれ集めてセレクションやった方が面白いんじゃないかなっていうふうに思ったのが一番最初で、ジャパンゴールキーパーアグリゲーションっていうところで、で、アグリゲーションっていうのが集合体っていう意味なんですけれども、いろんなものを集約した、最終的にはプラットフォームを作りたいっていうところが一番にありまして、ゴールキーパーコーチがいない小学生中学生とかが練習方法を見たいと思ってそのところにアクセスすると、いろんな練習法が書いてあるとか、近くのゴールキーパースクールを探したいっていう時にこう検索するとすぐ出てくるとか、プロの選手の映像がすぐ見れるとか、アクセスすれば全てが詰まっている、ゴールキーパー詰まっているっていうところで、JGKA というので立ち上げっていう なりました。はい、まずは募集かけたところで、30名の募集に対して50名ほど約募集をいただきまして、でゴールキーパーの、およその3大プレーですね、シュート、ストップ、クロス対応、キックっていうところの、3つの3本のこのプレーを、中心としたトレーニングで、残りが、ゴール前での、ゴールキーパーのプレーということで、攻撃が3、守備が2、プラスゴールキーパーのゴール前の攻防っていうちょっとしたミニゲームも、約全体2時間、やりました、昨日は。はい、これまさに普通のトライアウトだと、はい、この状況が試合中に何回あるかぐらいの状況になってしまうんですよね。そうですね、おそらく1度か2度あるかないかぐらいじゃないでしょうか。はい、そうです。もちろん、ゴールキーパーもその11人の中の1人ですし、やっぱり試合の中で何ができるか、どういう状況判断ができるかっていうのはもちろん大前提ではあるんですけれども、それ以前にやっぱりきっちりとした、プレーパフォーマンス、キャッチング、セービング、クロスタイオキックっていうやっぱり試合に、出るためには必要な要素っていうのが細かく、分類されてますんで、まずはその細かいところをしっかり見てもらう、でそこで、大きいゲームはせずに、細かいゴールキーパーのトレーニングっていうのにフォーカスしてセレクションをやりました。この JGK のスタッフで描いてたものを、より以上のものっていうものを集まってくれた選手が本当に意欲的に取り組んでくれたことで、より以上のものが見えたかなというところで、32人寄せ集めですけど、本当にすぐ打ち解けて、すぐ声を掛け合って、お互いを高め合ってプレーしてくれましたし、見に来ていただいたクラブのスカウトの方も本当に本気でゴールキーパーを求めに、来てくれて いただいたので、本当にピッチレベルだったりスタンドの方から本当に真剣に見ていただきましたし、トレーニング終わった後も選手といろんな話をしているのを見て、本当にそういったところでこっちの意図っていうのは十分に伝わったセレクションだったんじゃないかなというふうには思っています。昨日のトレーニング内容っていうところは映像を収めていますので、連絡いただければ映像と選手のリストの方をお送りすることは可能ですので、それは問い合わせていただければ。このキーパーセレクション、こういうことをやってみたいっ
ていう話をしたのがテクネジャパンの山口社長でして、そこでこういうことをやってみたいんですよっていう話をして、でそれで山口社長の方に、あ、面白いね、ぜひやってみようって、もう本当そこからトン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 と話が進んでですね、経緯になりますね。先ほどお話しさせていただいた通り、今回50名集まっていただきました、でやっぱり全員に、そのチャレンジの機能場を提供できなかったという反省点もありますし、そういったことを踏まえて来年はもう関東と関西2会場で、やることはもう決定、まあ、もちろんまだグランドのところはあれですけども、やることはもう決定してまして、はい、まあ、東京だったらまた行きやすいなとかっていう選手クラブもあると思うので、はい、ビデオのね、視察をここからしたいという方は、ぜひご連絡いただければと思います。はい、そうですね、はいはい。わざわざお電話で取材していただいてありがとうございました、田中さん。はい、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。ということで、今回は JGKA の代表、田中健二さんに、もう代表ですね。はいはい、つい選手って言いそうになるんですけども、はい、代表にお越しいただきました。今回は JGKA の田中健二代表にお越しいただいて、第1回ゴールキーパーセレクションについて聞いてみました。それでは、またお会いいたしましょう。籠信明でした。バイバイ。